はい、桜対戦5サラバイト式一人ゲーム実況プレイやっていきましょう。第5話からだね。今回のメインはスバルだな。今んとここのね、累積信頼度のランキングでは一番下になってるんだけども、いや、ほんとこの5話が楽しみで、スバルっていうその性別がはっきりしないキャラクターが出てきたってことが2005年当時はあんまりピンときてなくてね。で、今その2022年のこの時代になって、まああの本当にこの桜大戦5の一番最初のチャプターの時にね、作品背景の部分を喋ったけれども、いろんなこう偏見とか差別とかそういうのが解消されるという、まあそこまで言ったらちょっと大げさなんだろうけどね、本当に登場人物を個性豊かに、登場させてるのがこの作品の特徴で、スバルというキャラクターがやっぱりこうSNS とかを見ていても皆さんの心に強く残ってる隊員なんだなっていう風にちょっと思っているので、やっぱり子供の時に見た頃よりスバルっていう存在が何か心に響くんじゃないかなという風に思って期待してるんですよね。程よくね、当時のプレイした記憶とかもちょっと忘れているので、ちょっとやっていきながら九条スバルという人物を紐解いていきましょう。それじゃあゲームを再開。大河君がニューヨーク歌劇団に来てこれでもう5ヶ月、戦いにも慣れてきたみたいだね。そうか、桜5自体ストーリーがね、実際に予定してたやつよりもちょっと短縮されていてね、8話までしかなくて、残りの部分は OVA でね、ニューヨークニューヨークとして あっちの戦いの方を描いてるけど、ストーリーもここで折り返し地点になって5ヶ月、どのぐらい関係性は深まってんのかね。隊員の被害もほとんどないし、私の代わりとしてしっかり指揮してくれています。ここはあれか、ここまでの戦闘を評価して自動的に信頼度が上がってくれる部分なのか。ありがとうございます。でもやっぱりラチェットさんや皆さんのおかげだと思います。そんなことないさ、あんたは頑張ってるよ。最初はただの坊やだったからね。いやー、なんか嬉しいね本当にさ、他の桜大戦1から4とかと決定的に違うのはさ、期待値がかなり低い段階でこの主人公が始まってるじゃない。大神さんは一番最初から、まあマリアとかにはねちょっと距離を取られていたけども、期待されて迎え入れられてっていうところだったのが、進次郎はすごくマイナスのスタートから行って、唯一の味方のジェミニが隊員じゃない状態からスタートしてね、でサジータがこうやって言葉かけてくれたり、ラチェットがさっきみたいに言ってくれたりっていうのは、なんか進次郎の気持ちになるとすごく温かくなるよね。司令ポカポカしますうん、進次郎よくやってる、理科の教育の賜物だそうですよ、理科さんのね、子分ですから私は。タイガさん素晴らしいです、私ついていきますからご指導お願いしますね。やった、もうついていきますっていう言葉言われるとさね、なんか進撃点につながっていくような気がしてくるよね。いやー、なんか脈々とこう桜シリーズというものが一本線になっていってる感じって、こう一つ一つの言葉から感じ取っていっちゃうよね、ついつい。はははは、でもまだまだだと思いますから、よろしくお願いします。お、スバルさんだけちょっと表情が違いますね。どうしたんだろう。ん、どうしたのスバル、さっきから黙ってるけど。別に僕が言うほどのことはない。どうしたんでしょうね、スバルさん。前は思うけど、この5の各サブタイトルの表示さ、
他の1から4とか新桜とかとも全然違って個性があっていいよね。いやー、なんかこうやって見るとさ、英語版の方の5とかもやってみたくなるよね。すごく探してんですけど見つかんないんですよね。なかなか入手困難でね。サニーサイドがあんなに褒めるなんて、やるじゃないか、進次郎。皆さんのおかげですよ。僕なんてまだまだですもの。そんなことはないぞ。進次郎は強くなった。ノコもそう思うだろ。キキュー、みんなに認められてるな。ふふふ、タイガさんと一緒だと安心して戦えますもの。きっと体調に向いてるんですよ。やったじゃん、体調に一歩前進ですよ、タイガさん。まだ体調見習いですからね。ありがとうございます。僕頑張りますから、これからもよろしくお願いします。うん、ほらほら、スバルも黙ってないで何か言ってやりなよ。別にって言うとあの人思い出しません？誰とは言いませんけど。やめときましょうか。あのスバルさん、どうしようか。あ、これ素直に聞こうか。僕の式はどうですか？はっきり言ってくれてもいいんですけど。タイガにしてはよくやってる方だと思う。そうですか。ありがとうございます。よかったじゃん、褒められたよ。真ん中の選択肢もちょっと見たかったけどね。褒めてくださいですを頼んだらどうなったんでしょうね。あ、どっか行っちゃった。あ、違うか、ジェミニが来たのか。あ、おはようございます。プラムさん、アーニさん、皆さんこちらですよ。みんな揃ってるわね。今日はこっちでモーニングを食べるんでしょ。やったー、おしゃれ。いいね、この屋上のテラスでね、朝ごはんとかめちゃめちゃ贅沢で金あんな、ニューヨーク歌劇団。さあ、ジータさんはいつもの黒パンと目玉焼きでよろしいですか。黒パンって言うんだ。両面焼きのターンオーバーでね、サニーサイドは苦手でさ、あれですね。片面焼きのことをサニーサイドって言うんですよね。指令のことじゃないですよね。それとフライドベーコンもわざわざプラムとアンディはみんな分別のメニューで用意するんだね。すごいね。リカはパンケーキ、それとぐちゃぐちゃ卵、ウィンナーも食べる。スクランブルエッグかな。はいはい、リカは食いしん坊ね。でもサラダもちゃんと食べないとダメよ。私はいつものサラダとプレーンオムレツをお願いいたします。プレーンオムレツいいよな。いいな、なんかみんなの朝食すげえいい、全部食べたい。トマトも入れていいですか。美味しいのが入ったんです。スバルさんはどうしますか。コーヒーだけでいい、今日は食欲がない。そうですか。スバルさんの好きな生ハム買っといたんですけど。ありがとう。でも今日はいい。どうしたんだろうね、スバル。あ、わかりました、コーヒーだけですね。じゃあタイガさんはどうします。そうだな、どうしようかな。なんかいろんなメニュー用意するの大変そうだからな、同じにしようよ。兄くんたちと同じのがいいな。今日は何にすんだい。クリームチーズとトマトのホットサンドイッチ、それとベーコンエッグね。クリームチーズとトマトのホットサンドイッチ、超うまそうじゃん。なんでそんなおしゃれな朝ごはんばっか出てくるの。プラムのホットサンドイッチはすっごく美味しいんだから。あ、いい選択肢選んだ感じするな。なんかへえ、聞いてるだけでお腹が空いてきましたよ。僕もそれでお願いします。あ、そうでした、サジータさん、新聞です。どうぞ。なんかあれだな、後々星組の隊員なんだけど、やっぱりこう雑用係っていう感じがあるな。逆に言えばなんか星組ってそんな朝食用意してもらったりなんだりするぐらい上なんだな、上下関係があるんだな、ワンペアやジェミニと。はあ、改めて見ると不思議な感じするね。あ、いつもありがとう。朝はこれがないとね。いいね、新聞ね。
この時代だからこそだよな。今なんてね、電車で新聞読む人とか見なくなったからな。まあ電車乗んないんですけど田舎ってそういうもんすよそれじゃちょっと待っててね、今すぐ用意するから。さて何か事件はないかな。いいか、パズルする。サジータパズル、よくまあ新聞にあるもんね。はい、クロスワードパズルだろ。いいかも、いろんな言葉を覚えたみたいだね。そうか、こういうので勉強してってんだな。サジータに習ったからな。イシシシシシシ。パズル、パズル。ダイアナもやるか？楽しいぞ。はい、そうですね。じゃあ、一緒に考えましょうか。ああ、いい雰囲気。あったけー何かわいいって、ノコもちゃんと覗き込んでんだよな。いいな。たった一巻の新聞でこうやってみんなで楽しんでんのな。いきなり難しいな。ダイヤな、わかるか？ P で始まる9文字の言葉。コグマ座にある星で後悔をするとき、北を知るのに利用したポールスターとかかな。そうですね。タイガさん、わかりませんか？P で始まる9文字の言葉で北を知るのに利用した星？これでしょう。他はだって9文字じゃないじゃん。ポーラースターかな。 P で始まる9文字。ポーラースター？なんだそれ。あ、ポーラースター、北極星のことですね。ほら、いいか、書いてみて。ダイアナさんは分かってほしかったけどな。そんな難しい単語じゃないけど、まあまあまあ演出だからね、この辺はね。あ、ほんとだ。やるな、シンジロー。で、北極星ってなんだ？リカ、もう忘れたのか？この前、星の勉強した時に教えたはずだよ。優しいな、サジータ。北への道しるべとして、旅人や航海者に重要な星とされた指針となる星がポーラースター。あ、そうだった。リカ、忘れてた。イシシシシ。今度はこれ。R で始まる10文字。ヒントが少ないな。リカ、貸して。パズルはこれで完成だ。新聞ちょっと借りるよ。完成さすな、勝手に。埋まってることがいいんじゃなくって、埋める作業が楽しいんだからさ。すごいです、全問正解。リカが正しいよ、これは。子供だからとかじゃなくてさ、パズルってそういうことじゃねえよっていう。なんかスバル分かってないな。スバル、やりすぎだよ。リカがクロスワードパズルを楽しみにしてるのは知ってるだろ。もう行く。プラムにコーヒーはいらないと伝えておいてくれ。なんかおかしいよな、スバルさん。なんだろう、何があったんだろう。スバルさん、追いかけよう。これはちょっとスバルさんに話をしてきます。スバルさん、ちょっと待ってください。来るな、君とは話したくない。でも降りてくれ。まあ、ここでは信頼度下がるけど、でも追いかけないよりは間違いなくいいよな。ここで放っておくなんて隊長見習いとしてはできないもんね。くっ、行っちゃった。仕方ない、みんなのところに戻るか。進次郎、どうだった？何か話はできたか？それがだろうね。あんなスバルを見たのは久しぶりだよ。どう考えるべきかね。時々そういうのがあるんだよっていう
ふうにサジータが理解してると考えていいのか、それとも何かしばらく心の平静があって何かの理由でかき乱されてしまったと見るべきか。久しぶり？坊やが来る前はね、よくあんな感じだった。そうかそうか。最近はみんなとも話すようになったし、変わったように見えたんだけどね。もともとそうだよな。進次郎が来る前はラチェットとサジータとスバルの3人だけで戦ってたわけだもんな。そうですか。あの、先ほどスバルさん、この記事を気にしてたみたいですけど。そうだね。何の記事を見てたのかが気になったよね。女性像？高値で落札？美術品の記事でしょうか。それがどうしたんでしょうね。でも、スバルさんが気にするぐらいですから、何かあるんでしょう。そうだね。何気ない三面記事とかそんなレベルじゃないんだろうな。リカのパズル、スバル意地悪だ。いい顔すんな、本当に。全歌劇団の中でこの顔できんのリカリッタだけだよ。後でパズルの本を買ってあげるよ。みんなで一緒にやろうな。サジータ優しい。本当に本当だな。約束だぞ。わーい、くるくるくる。なんかまあ今のスバルちょっと気になるけどね、こうやってお姉ちゃんたちがいっぱいいて、リカは可愛がられて、いやなんかね、お父さんもお母さんもいないっていう彼女のね境遇を考えた時に、ニューヨーク歌劇団があってよかったなっていう感じがするよね。モーニングができたわよ。はい、腹ペコさんたち、お待たせ。スバルさんに女性像か、考えることが多いな。リカ、お腹いっぱい、ごちそうさまでした。はい、お粗末様、サラダも残さず食べたわね。えらいえらい。プラムも優しいな、みんな優しいな。リカがやっぱり一番小さいから、なんかリカ中心で見ちゃうな。みんな朝食は終わったみたいね。それじゃミュージカルの練習よ。次の舞台はビバハーレム。タップダンスが主体だからしっかり練習しておいてね。タップとかな、難しいよな。あ、分かってるよ。さてと、リカ、腹ごなしに練習でもするか。リカ頑張る。サジータ競争だ。なんか本当に仲いいな、星組。あ、リカずるいぞ。ほら、走ったら転ぶわよ。もう二人とも危なっかしいんだから。それでは先に行っています。時間があるようでしたら見に来てくださいね。お、じゃあここからフリー移動かな。ふふふ、みんな元気ね。あら、スバルは先に行ったの？いえ、なんか朝ごはんも食べずにどこかに行っちゃって。そう、みんなとも仲良くなれていい雰囲気だと思ってたのに、昔のスバルに戻ったみたいね。昔のスバルさん？タイガ君、あなたがスバルを変えてあげて。どういうことですか？変えるって、僕そんなこと。そのままの意味よ。あなたならできるわ。あなたにしかできない。それじゃ舞台に行ってみんなの練習の手伝いをお願いするわ。僕はスバルさんを変えるってそんなことできるのかな。まあラチェットさんに一つ頼まれてミッションができましたね。もう早速練習してるね。衣装も着替えてね。遅れてすみませんでした。もう練習始まってるんですね。はい、今はサジータさんとリカのタップダンスのシーンですよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。リカ、そこはフォーステップ。音楽に合わせてそのままフラップ。
いししししし、リカ失敗した。もう一回な、サジータ。リカのこの衣装もいいね、かっこいい。しょうがないね。それじゃ見ててあげるから、リカ一人でやってみな。ねえ、この子かっこいいな。ニューヨークやっぱミュージカルだから一個一個の衣装の麗しさがあるよね。うん、サジータ見ててな。1,2,3,4 フラップフラップハンプ。どうだサジータ、リカうまくできてたか。できるじゃないか、その調子だよリカ。もう一回合わせてみようか。1,2,3,4 1,2,3,4 フラップフラップハンプ。お上手です。音楽にも合ってましたし、このシーンは合格ですね。こうやって上手くなってくるんだな。いししし、し見たか進次郎、リカ頑張ったぞすぐ寄ってきたんだな。うんうん、ほら進次郎、リカを褒めてあげなよ。そうですね。お、クリックリップスですね。この衣装いいよな、可愛い衣装だね。リカは何の役なんだい。ハーレムの男の子、サジータと踊るの。私はハーレムの富豪、リカたちをハーレムに案内してソウルを教えるんだよ。へえ、そうなんですか。進次郎も踊れたらよかったのにな。あはは、そうだね、考えておくよ。考えておけ、リカ応援してやるからな。うん、いや本当になんかこういうね、衣装とか一個一個見ていくとさ、よく作り込まれてるな、桜大戦シリーズって。なでなでしておいてあげよう。よく頑張ったね、すごく上手に踊れていたよ。いししししリカ偉いだろ。今度進次郎にも教えてやるからな、リカ先生。ははっ、僕にできるかな。いいね、よいしょ。リカすごく上手だったよ、たくさん練習したんだね。うん、いっぱいした。あのねサジータに教えてもらったんだ。サジータうまくできたらハンバーガーくれるの。ピクルスはなしだピクルス苦手なんだどうしようかな。サジータさん優しいんですね。リカにいろいろと教えてくれてますし、リカは物覚えがいいから教えてて楽しいんだよね。あー、なるほどね。そうだね、吸収するのが早かったりとか、まあ教えてもらって喜んでるリカの姿勢もあってこそだと思うけどね。サジータもいい妹が入ってきた気分なんだろうな。部屋片付けらんねえけど字もたくさん覚えたし、字はだってアルファベットだからそんな覚えなくてよくないそういう問題じゃないか。まあ単語とか文とかそういうことか。ダンスもすぐに踊れるようになる、私も嬉しいのさ。そうですね、実は私もいろいろと教えてもらってるんですよ。坊やも頑張ったらご褒美にハンバーガーをご馳走してあげるよ。やったー、本当ですか。だったら僕も頑張りますよ。約束ですからね、サジータさん。よかったな進次郎、サジータのハンバーガー一緒に食おうな。いいなー、なんかね。あとはどうしようかな。まあもう一回撫で撫でしておこうか。よしよし、偉いなリカは。当たり前、リカ何でもできるぞ。あれ、はじめはできないってベースを書いてなかったっけこの顔な面白いよな。ブー、サジータ意地悪。ははごめんごめん、もう言わないって。あ、照れてるな。リカリッタ七変化だなブー、進次郎はサジータの言うこと信じちゃダメだぞ。ははは、わかったよリカ。そういえばリカはどれぐらい練習したんだい。いっぱい。タップダンスすごく楽しい。ハムレットの公演の間からずっと練習してたからね。ああ、そうかいそうかい。じゃあ結構長い期間本当にリカが言う通りいっぱいやったんだな。タップダンスってのは見てる以上に難しくてさ、リズム感が一番大事なんだ。なんかそんな感じするよね。普通のダンスよりもちょっと精密さも大事だし、かといってカチコチやるわけじゃないしな。乗んなきゃできないようなことだしな。うん、音が出るダンスだからずれたらそれが目立っちゃうしね。いや、リカはリズム感がいい、何かにつけて踊ってるし体が楽しんでるんだろうね。なるほど、そうか、確かにな、くるくるしてるのこういうとこにつながっていくんだな。いしししし
あ、そうだ、いいか、練習しないと。サジータ、練習練習。そうだね、練習に戻ろうか。次は私とリカがハーレムでスバルと出会うシーンか。スバル、準備はできてるかい？スバルいるの？あ、いる。いたんだ。どっか行っちゃったわけじゃないんだね。でも衣装じゃないな。お前何やってんだよ。衣装に着替えてないのか？スバルは練習などしない。必要性も感じない。それに僕が付き合えるほど二人のダンスは上手くない。特に理科が良くない。え、理科？足の動き、体全体のバランス、プロのダンスとは思えない。理科は舞台を降りるべきだ。いや厳しいな。理科やダイアナなんてさ、最近ニューヨーク歌劇団に入ったばっかりだからさ、そんな厳しいこと言わなくてもって思うけどね。リカ頑張ってるのに。スバル、言っていいことと悪いことがあるだろ。分かって言ってるのか？これはサジータが正しいよな。スバルさん、どうしたの本当に。当然だ。分からないのならもう一度言おうか。リカのダンスはなっていない。今の君たちとは踊る気になれない。リカ頑張ってるのに。いい加減頭きた。朝のパズルのことといい、リカに恨みでもあるのか？別に僕は僕のままだ。いつも通りにしている。君たちが変わっただけだろ。やっぱりなんかおかしいね、スバルさん。どうしたんだろう。わけのわからないこと言ってるんじゃねえ。それ以上言うなら私が相手になってやるぜ。皆さん落ち着いて、喧嘩はやめてください。なんかそうだよな、リカとかダイアナがかわいそうだよな。先輩二人がこうやって聞き迫る、喧嘩を始めてしまったらな。ダイアナは引っ込んだろ。こいつだけは許せねえ。殴らせてくれ。サジータさん、ダメです。ダメですよ、サジータさん。暴力はいけませんって。止めるな、シンジロ。あいつだけは勘弁ならねえ。そうだよな、怒りは収まらないよな。あんだけのことをしたら結構なことしてるもんね、スバルもね。サジータさん、タイガさんの言う通りですよ。まずは話し合いを。どっちもそういう冷静に話し合える状況ではないよね。あんなこと言うやつとどんな話ができるんだ。考えてもみろ。それはスバル、何かあるなら言ってみろよ。スバルさん、特にない。もういいだろう。スバルさん、失礼する。スバルさん、どうしたんだろうな。どうしたんだろうなしかないし、ちょっと思ったよりもこんなにゴアって激しかったっけ。やってるんだけどな、サクラ5。忘れるもんだね。追うなよ、あんなやつ。ほっとけ。もう知ったこっちゃねえよ。サジータさん、ケシがついた。今日の練習はここまでだな。リカ、行こう。屋上に行ってジュースでも飲もうぜ。なんかな、かわいそうだな、リカが。シンジローとダイアナもかわいそうだけどな。この巻き込まれた感がな。まあでもシンジローはリーダーだからね。ちゃんとこれをまとめなきゃいけないという役割がありますからね。我々シンジローとしてちょっとこの
ね、揉め事を収めに行きましょうよ。スバルさんどうしちゃったんでしょうね。ええ、確かにいつものスバルさんなんですけど、何なのでしょう。おい、ダイアナも来いよ。おごってやるから。あ、はい。すみません、タイガさん。それでは。まあそうだね、ダイアナはとりあえずサジテやリカのところにいるしかないか。どうしたらいいんだ。何が何だか分からないよ。とりあえずサジートさんたちと話をしてみるか。確か屋上だったな。どうしたものかな。お、誰か来たかな。あ、サジートさん